暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう私はこれまでどちらかというと弾圧や殉教について多く 語ってきたような気がしますしかし今日は日本のキリスト教の歴史にとってとても喜ばしい出来事についてお話ししようと思いますフランシスコ・ザビエルによって日本にキリスト教がもたらされたのは1549年でした織田信也長やあるいは秀吉なども最初は好意的に対応しキリスト教は 順調に信者たちも増えていくというそういう順調な時期がありましたが1587年に、えー、秀吉は、まあ、近況令あるいは選挙し追放令を出し日本の歴史の中で、えー、キリスト教来日38年ぐらいになるんですねの後にこれが出ました。えー、そして さらに10年後1597年秀吉はキリスト教の宣教師それから信者日本人を含む子供までも含む26人を長崎で張り付けにして処刑するというこの最初のキリシタン殉教者を出すという事件が起こりましたその後1614年に 徳川幕府が再び禁教令を発しある意味で秀吉に勝る弾圧政策を取ったんですねペリー総督ですねが率いる黒船事件とも呼ばれますがそれが起こるのは1853年いくらか諸外国との間のこの窓を開くことになりましたその後徐々にフランスがイタリアがというふうにヨーロッパ 各国それは言うまでもなくキリスト教国なんですがあの宣教師を送り込んでたキリスト教をあるいは信奉する国々だったんですが、えー、再び交流が始まっていきますけれどもキリスト教の弾圧はですねそういうその国家的なあるいは経済的な文化的な交流はなされていたにもかかわらず依然、えー、キリスト教自体は 弾圧し続けけたわけです、ね、今日語るこの出来事の主人公であるフランス人宣教師プチジャン神父が長崎に入ったのは年です実は1年前の1862年に一人の宣教師が長崎に入ってこの人が大浦に天主堂を建築を始めました。 あのその事業は後任のプチジャン神父に譲られましたこの大浦天主堂の建立を継続し完成させますそれは1864年れに完成したと言われますでこの時長崎港内に入ってた外国の艦船からは祝砲が打ち上げられ外国人たちがたくさん 大浦天主堂に集まりまた市民もたくさん集まって華やかなあの落成式が行われたといいますそういう中にも信者がいても入っていけないような状態ですしあのプチジャン司教自身もあのその中によもや信者が来るとは思ってもいなかったのかもしれません。 そういうい中で,です、ね、まだ落成後のその見物人が次々とおあの石段を上りフランス寺と人々が読んでいるその新しいですねあのお寺さんを見物にあの市民が入ってきてる頃ある日ですそれはその日ははっきりしてます。 1865年3月の17日あの一つの出来事ビッグイベントが起こるのですね見物人たちに混じってある雰囲気の違った十数名のグループがこのフランス寺を見物にやってきた。この日プチジャン主教が この新しい教会の中でこの直面した出来事これが今日語ろうとする日本のキリシタン発見の出来事ですこの人たちが実は見物客に紛れ込んでプチアン主教が ローマのパパ様から約束の通り送られた宣教師ではないかということを兼ねて感じていた浦上の信者の一団が勇気を持ってこの日大浦天主堂にプチジャン司教に会いにやってきたということですプチジャン神父自体がですねこの日の出来事を早速手紙にして横浜にいた日本府教長の ジラール神父同じフランスのパリ外国宣教会で日本の布教にこの最高に非常に役割を果たす宣教会の神父ですがこの神父宛てに3月18日その出来事の翌日書き送った手紙があります。親愛なる教区長様心からお喜びください 私たちはすぐ近くに昔のキリシタンの子孫をたくさん持っているのです。彼らは三好えを随分よく記憶しているらしく思われます。昨日12時半ごろ、男女、子供、打ち混じった12人から15人ほどの一団がこの天守堂の門前に立っていました。年ごろは40歳から 五十歳ほどの婦人が一人、私のそばに近づき、胸に手を当てて申しました。ここにおります私たちは、皆、あなた様と同じ心でございます。本当ですかどこのお方です、あなた方は。私たちは皆、裏上のものでございます。裏上ではほとんど皆、 私たちと同じ心を持っております。こう答えてから、その同じ人がすぐ私に、サンタマリアの御像はどこと尋ねました。サンタマリア、このめでたい皆を耳にして、もう私は少しも疑いません。今私の前にいる人たちは、 日本の昔のキリシタンの子孫に違いない。私はこの慰めと喜びを神にデウスに感謝しました。彼らは十字架クルスをあがめサンタマリアを大切にし、おらしょ祈りを唱えています。しかしそれがどんな祈りであるか私にはまだわかりません。その他詳しいことは 近日中にお知らせ申し上げます1865年3月18日長崎にて日本の宣教師ベルナール・プチジャン抜粋して手紙の一部を読ませていただきましたこのプチジャン主教の「感動の日」は日本のキリスト教の歴史の中で本当に同じように感動 すすべき日となったわけですプシラン主教はそういう弾圧時代の殉教者たちの、まあ、お恵みによってあるいは神様の耐えることのなかった慈悲あるいはバチカンの常に心に日本の教会の事情を考えて日本の教会を の復興を願っていたバチカンそういうものの願いによってこの日が来たことをプシアン主教は感謝したに違いありません。えー、まだそうは言いながらこれが本当のキリシタンの復活の出発にはなりませんでした。悲しいことに明治政府はその後もあのキリシタンたちの弾圧を続け実際に あの浦上の3,000人という全てのキリシタンたちを日本西日本およそ20か所余りに分散して島流ししました浦上神徒のソウルハイと呼ばれる事件です上の人たちはこれを「旅と呼んでいますがあのその旅の時代があ ありこれを耐えなければなります各地でひどい拷問が続いて旅先で多くのまた殉教者が出ましたそして残った信者たちが浦上に帰ってこれる日が来ましたそれは1873年でした明治の6年こうして長い苦難の時が過ぎて 日本に新しい信仰の自由と日日本教会のの復活の日が訪れたわけです信者たちはその後長崎の各地に宣教師を迎え教会建設に励みそして今日に信仰を伝える働きを喜んで 始めたわけでございますでわけで,す、ね、でこの私はたくさんの「殉教団」などを話してきましたが今日このお話を皆さんにすることを嬉しく思います。えー、こういう,う過酷な信仰弾圧の時代人間の良心の自由が奪われる時代そういうものが 二度と来ないように共に祈りたいと思っています今私の前にいる人たちは日本の昔のキリシタンの子孫に違いない私はこの慰めと喜びを 神に感謝しましたプティジャン神父の手紙より